Welcome to my Hello Air Channel。 はい、今日はですね、待ちに待ったアンジュルムニューシングルの中から派手にやっちゃいなのミュージックビデオが公開されたので、早速見ていこうと思います。イエーイ。はい、昨日の夜中じゃないんです、夜公開されたんですけど、今日やっと見れるわけなんですけれど、今回のミュージックビデオは最初からちょっと私は期待値がガン上がりしていまして、まず理由一つとしてはすごく好きなんですよ。まず曲が、私はですね、もう昔からファンクソング大好きなファンキー野郎なんで今回ね、ちょっとファンク要素が強い曲ということもあって、曲自体がすごく好きというのが1点と、あとは先日のひなフェスアンジュルムプレミアムの時にパフォーマンスを一度見ています。結構ね、もう忘れちゃってるんですよね、どういう感じのパフォーマンスだったかは。正直もう日にちも経ってるしあんまり覚えてないんですけど、その中で私が印象に残ったことがあって、たけちゃんがねすごくかっこいいダンスをしていたシーンが後半部分にあったんです。どこの部分かまではちょっと思い出せないんですけど、多分アウトロあたりにそういうシーンがあったと思うんですね。そこがミュージックビデオに映っているのかっていうところが気になってます。はい、あとはひなフェスのその終わった後にツイッターをいろいろ見てたんです。そしたら何人か書いてる人がいたんですけど、もう佐々木梨花子さんが一人ジャニーズ状態だったっつってすごいわかるって思いました、そのツイート見て。要はイケイケだったってことです。はい、パフォーマンス中に何度もこうイケポイントがあったんで、そこがねミュージックビデオではどうなっているのか、そこも見ていきたいなと思います。ちなみにメンバーたちのファーストリアクションをいつもねおまけチャンネルで流してくれるんですけど、それが今回初めてなぜか最初に上がったんですよね。なのでそっちを先に見て、みんなのリアクション、メンバーのリアクションを見ながら私もなんかリアクションを楽しもうかなって最初思って、ちょっとね再生してみたんですけど、そしたらミュージックビデオは本当ちょっとしかね映らないっぽかったので、すぐ止めました。なのでいつも通り私はこの本編というかミュージックビデオをで初めて見て、このファーストリアクションも撮っていこうと思っています。では早速見ていこうと思います。ではスタート。もうかっこいい。おー、かわいい。かなちゃん、あーとみこかわいい。安定の B メロの神子って感じです。おお。カラフルでしたね。かわいい。ちょっとレトロな感じですね。そういうこと。年下組で回してるのですね。欲しい、この雑誌なのこれ
欲しい。てかまたさ、なんだっけ、アンジェルムックみたいなやつ、またこのメンバーで見たいですね。また出してほしいです。あー、今なんかりんちゃんめっちゃ可愛い。何今の、待って、思考回路が追いつかない。今すごいなんか PV がちょっとかっこよかった。リピート再生を気づけば押していて、もう何回か見終わりまして、いやーこれはめっちゃ好きなやつでした。うん、なんか前回のあの愛魔性の方も私はすごく好きなんですけど、ただあっちは割となんだろう、演出にすごい凝ってたじゃないですか。なんかくるくる回すっぽいでしたっけ、あれとか。こうメンバーよりもどっちかっていうと演出に気を取られがちになってしまったところがあって、に対して、この派手にやっちゃいなの方はなんかもっと自然体のアンジュルムが見れたっていう感じだったんで、そこがすごくねいいなって思ったのと、なんかみんなでわちゃわちゃ仲良く楽しんでる様子もありつつ、こうかっこよく決めてモデルウォークしてるシーンもありつつ、なんかこうアンジュルムの良さ、アンジュルムの雰囲気をすごいよく出しているビデオになってるなと思いました。うん、もっとダンス中心のミュージックビデオになるかなって最初思ったので、それほどではなかったですけど、なんかみんなのアップが映った時とかにみんなすごい綺麗で、すごい可愛くてめっちゃ美人だなって思って、スクショしたくなる箇所がもう何回もある感じでしたね今回。はい、で今回も新メンバー含めてどのメンバーにもしっかりスポットが当たっていて、ね、あの特にあの新加入のペイペイのがなりっていうんですかね、かっこいいシーンびっくりしましたねあれは。はい、まあ、でありつつこう決めどころはしっかり先輩メンバーが決めてくるっていう感じ。うん、はい、でちょっと冒頭に話したあの佐々木理香子さんのイケイケポイントはですね、ちゃんとミュージックビデオにも映っておりました。ありがとうございます。大満足。はい、でたけちゃんのかっこいいダンスをしてたシーンって私言ったんですけど、それは映ってなかったですね。あのアウトロのね部分だと思うんですけど、まあミュージックビデオには映ってないということで、ライブでね生のパフォーマンスを見てのお楽しみっていうことですね。はい、この歌詞自体もアンジュルムのメンバーが歌うからこそこうより説得力があるような曲だなと思ったし、なんかあんまりこう力を入れすぎないちょっとこう抜いた感じの表現っていうのがこのビデオの中で、このミュージックビデオの中でたくさん見られて、今のアンジュルムの良さがすごく出たいいミュージックビデオだったなと思います。はい、あとね1個あるんだよね。まだ出てないのがね、どうしようね、大変大変。はい、ということで皆さんもこのミュージックビデオの感想をよかったらコメント欄で教えてください。はい、もしまだ見てないっていう方がいたら、あの概要欄にねミュージックビデオのリンク貼っておきますので、そこから見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。